トアの彼女、トアの恋、おお、チアリーダーじゃん。あの子はスポーツ系女子、却下。あのなんとかっていう雑誌の特務、あのおしゃれ番長にしろ。却下。あ、よし、あの純ミス塩見子にしろ。かわいい文化系か、いいね。まだまだ。おい、トア。あのさ、お前さっきから聞いてたら何様のつもりだよ。あのさ、この古谷トア様が告る相手だぞ。簡単に手が届きそうな女じゃダメなんだよ。閉めちゃっていいですか。許す。あ、いた。うわ、決めろ一夜。行け行け。ワン、ツー、スリー、フォー。ドア、ドア、ドア君、うんうん、ドア。決めた。岩見園かよ。神に選ばれし武将で神奈川の奇跡、そして17年に一人の逸材とありとあらゆる称賛を欲しいままにしているあの美しすぎる女子高生岩見園だぞ。17年に一人って何が根拠だ。とにかく難攻不落なんだよ岩見園は。今までどれだけの男たちが告って撃沈したと思ってんの。ストーリー好きが全くないっていうかさ。同じクラス喋ったことあるやついるか。あのさ、俺を誰だと思ってんの。そうか、トアだったらいけるかも。いけるよ、いける。大丈夫か。今朝トアの乗ってきたバスのナンバー4444だったぞ。完璧死亡フラグ立ってるって。出たよ流星のネガティブ発言。だからこの古谷トア様に落ちない女がいるわけないっしょ。だな、そんな女いるわけない。ない、ない、ない。よし、行ってくる。ミワ。え？古谷？なんか用？俺。前から三輪のこと気になってて。え？あ、俺の彼女になってくんない。この顔で言い寄られて彼女にならない選択肢なんてない。な、何す。安っぽい告白。え？おーい、トア。トア？いつまでうじうじしてんだよ。もう起きないとくすぐっちゃうぞ。くすぐるよ。そうだよ。おい、くすぐっちゃうぞ。え？なんで？愛され男子のこの俺が何が悪かったのかわからない。まさかトアが振られるだなんてな。だから言ったじゃん、死亡フラグ立ってたって。あっちもういいじゃん、次行こうぜ。次あとは2組の西脇ゆまだろ、それから新体操部の相原莉子あたりとつながる女子狙ってくれよ。なんだそれ。やっぱお前トアに女の子紹介してもらおうとしてんな。ああ、そうだよ。悪いか。よし、これ。DDD 決定すんぞ。 DDD 脱同盟を結成すんだよ。何同盟だから。脱おい、
それで DDD か。いつまでも子供のまんまじゃいられねえだろ。だから4人で力合わせて彼女見っけて大人の階段登らねえと。おお、乗った。なんで俺がお前らと。顔面偏差値違いすぎるだろ。